ります？はい。これ戻ろう戻ろう戻ろう。はいよ。はい。回避やる回避やる。ドレッドハンガーとは生き残りと裏切りのゲーム。容赦のない北極圏で船を走らせる8人の探検家たち。彼らは燃料やアイテムを集めて行く手を阻む巨大な氷山を破壊し脱出する必要がある。しかしその中には紛れ込んだ2人の裏切り者がいる。彼らは探検家の脱出を阻止するために船を破壊し食事に毒を盛り、そして探検家を殺害する。また呪文を唱えることで特殊な能力を使うこともできる。限られた日数の中で生き残るのは果たしてどちらなのか。3よし、5よし、シンプルなのペ、5よしよし、ワンペア、ツーペア、いいね。え、石炭ください。石炭ください。お願いします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 。なんでこう料理人の時ひあ、ゼルク担当関係あって石炭入れてあげるよ。なにこれ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 。おわいぜ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 い。最速鍵閉め成功。わ、これパンクル外来や。時代の流れを感じる。はい、ニコちゃんかよ。はい、バブルケーキ入れてます。はい、了解。3分虚無バブルケーキ。はい、ゼルク4個目。はい、上からキャッチポン。はい、アベ入れました。アベ入った。はい、レレイポン、レレイポン、レレイ入った。はい、これはあ、ちょっと削っといていいんじゃない。削っといて、削っといて。誰か船長、そうだね、8個は入ってると思う。4回だけね。おらー、あ、ちょっと早かった。早かった。あ、もうちょっと受けれましたよ、この男。いいですよ。すごいな。右に行け。右木材持ってくる人いないよ。いいよー、うん、右行ってない。手前木材という概念いらないだろ。手前木材という概念持ってこない。悩みどころよ。でもあれやると広めたくない。手前木材誰も持ってこないの。パンク持ってくれていいんじゃない。君が白ならね。これ運転やめて取りに行く。あの木材やばい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 。黄金の木材。あ、バブケが行ってあげれば。あれ、僕にないんじゃね。うん、変わりないと思うけど多分。うんうん。はい、テント側石炭漁った人いる？あ、今日もだけです。オッケーです。あ、テント側、あ、テント側かごめんね。うん、今ちょっと取ります。はい、了解。はい、お願いします。よし、やっとこう。はい、了解。石バッグ押さえてる？押さえてます。あ、オッケーオッケー。押さえてます。まあ、いらんか。ホワイトアウト開ける前には帰りたいな。間に合いそう。でもう一個漁っておきたいね。ナイス。あー、ピッケルウェイ、了解。いいんじゃない。いや、分かってないでしょまだ。言ってねえよ。安倍さん嘘つき。言ってねえよ一言も。なんだこと言うんだ君は。
うん、いいスピード。はい、了解。どっちがいいかな、レレさん。今ね、キョムさんがピッキルウェイ行ってる。はい、了解。はいよあ、取った取った、阿部取りました。わお、回復？天才的な運転？え、これあ、これ多分アルさんだと思います。了解。ああ、戦闘してる戦闘してる。多分アルさんじゃない？あー、じゃあレイヤール。了解。いや、それ戻ってきていい、戻ってきていいよ。誰？ゼレゼレク戻ってきな。ゼレク戻っておいで。持ってる。横さん高台から上がってった方がいいと思う。高台じゃないね、左から来た方がいい。ちょっと登れそう？いないと思うんだよね、俺帰らん。なんで阿部さんになるこれ？これが4ワードで左一軒見に行ってんだよ。大丈夫です。そうなんだ、阿部さみ。一人カバー欲しい、一人カバー欲しい。了解、カバー行く。キャバーってなんだ？カバーいない、カバーいない、これ。いや、右から来て、左から帰らないと帰れないよ。どこら辺、どこら辺？これ行く意味ある？これもう2人とも死ぬかも。2人とも死ぬの？俺と京子さん死ぬ。待って、どこら辺か、場所頑張っていい。ちょっと船温めよう、一旦。あ、ごめん、俺戦いに来ちゃった。あ、待って、パックンもあれじゃない？外交官以来言われてるの？ちょっと来てほしい、来てほしい。ぐらい待ってね、これ、足場がどこにあるんだ？相方、これ、虚無さんいいんじゃない？多いね。なんで虚無になる、これ。え、ごめん、言ったな。一生声出してたけど。今日喋ってたよ。うん、虚無なんで、私。ごめん。来てる。いないと思ってた。行った方がいいですか、まだ。鍵ありますよ。みんな出たか。虚無さんはね、ゆうたい来てる。これ、ご飯ついてんの？はいよ。寒さがやばいんすか、そこ。寒さやばい。ランタンが。自分の方向に襲われてるだけ、銃で。はい、了解。自分の方向に。終える？追えない。いや、追えないんだったら行かなくていいと思う。お茶ありますよ、お茶。大丈夫。回復した、回復したよ。まあ、トムさん大丈夫です。あ、今日もちょっと大丈夫じゃないかも。ごめんごめん。あ、じゃあお茶大丈夫ですよ。これ自分の傷取ったんだね、これ。俺が持ってる。了解。私は、私の中にどう？あ、了解。アイテムって全部回収できてる？分からん、ある程度でも。オッケー。パン君、自分の傷取返せる？いや、返せる。あ、もうすぐ戻った？そう、パン君が助けに来てくれてんだから。あ、ちょ、疑ってる。今ね、体バラバラにしたくて。あ、ご飯作るでいいと思う。お腹してあげるよ、ありがとう。そう、あるんだけど、今からご飯作るから回収したいなっていうことで。いいと思う、いいと思う。あれ、襲われてたのがゼルクだっけ？ゼルク京子ちゃんもそうだね。オッケーオッケー、ゼルク京子、パン君が隠しろでいいと思う、そしたら。いや、てか今のホワイトアウト受けない人っていないの？わからん。私の荷物回収できました？あ、もうなんもないよ、中身。バブルケーキさんが料理作ってくれてた感じ。オッケー。料理作ってないと、お茶作ってたの、サブさんヤバさんに届けてたから。料理してたよね。で、パン君、私の中身持って帰ってくれた？まずいな。あ、いいっすよ。パン君、私の中身やばい、寒さがやばい。危なかったらもう帰っといて。お茶だと思います。了解。戦闘しながらだからね、持って帰れないよ。うん、あと物資が少ないと思う、これ。うん、あさりった方がいいね、一旦。スクラップが圧倒的にないから。
あ、一応釘がね、5個持って帰ってきた上の、あの、鍵箱のやつで。あ、じゃあ朝になるんで、じゃあもらってるよ。了解。いいよ。おーい。とりあえず、運転車用石炭1個しかないけど。はい、あれこれ R3 か R3 ぐらいしかないと思ってて、オッケー。あ、僕と R3 の着火で火薬が爆発してるんですよ、4つの、うんうんうん、4個だから R3 しかいないと思う。はい、了解。あと3つピッケル。はい、あ、入れちゃっていいよ、キョムさん入れちゃっていい、うんうん、火薬も心配ない、今の着火ったらやめてくださいよ。はい、隠し組の人は絶対に1人行動やめてください。2人以上行動してください。ちょっと様子見ながら入れるよ、これ。あ、いいよいいよいいよ。バブルケーキさんさ、注射って余裕ある？バブルケーキさんだっけ、石。注射の余裕ありますか？ヘルスがだいぶ削れちゃったから。グラップ今集めてます、そのために。あ、オッケー、ありがとう。ごめん、今ってこれどこ？船。了解。わ、火薬。どのタイミングだろう。わかんねえ。キョムがあの着火を見てたから、着火後に入ってんだよね、これ。だから運転してた安倍無理だから、船中いた人じゃない。2箇所だ、2箇所だから。あ、結構前だ。切れる。いや違う、いや、これ1個前、切れるタイミングで。絶対このタイミングで、絶対このタイミングで。え、レレさんって船入ってこれないよね、絶対。え、でも今だと思いますよ。お、いなかった、いなかった。まあ、あ、僕 R さん結構怪しんでるんだけど、 R さん怪しんでる。阿部さん、阿部さん、はいはいはい、ご飯もらったよ。え、1個もらったよ。何？一個？一個だった今。あ、一個もらったよ。オッケー、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 オッケー。それを見てないの知らないけど、このタイミングは無理だからもうこちら。オッケー、オッケー、オッケー。はい、下からは絶対入れられなくて、今日も一個ずつ様子見ながら。そう、キョムさんが見ながら阿部が運転してた。この二人はとりあえず回復は絶対無理。ネルクさん、斧返してほしい。はい、了解です。うん、1枚あります。あ、でもゼルクって隠しろでしょ。隠しろです、うん、あ、キョムのお腹してたの。あー、了解了解。バブキいいね。クレアールさんね。あ、はい、了解。何作ってんの。はい、シチュー2人目。はい、了解。うん、ちょっと資産もっとおかせ。右洞窟漁ってくるね。これ誰か一緒に行ける？あ、行く、一緒に行く。オッケーオッケーオッケー、行っちゃうわ。3人ぐらい行った方がいいと思うよ。はい、もう一人。阿部キョム先先行します。ちょっと手前側さってようか。うん、5人でずっと寄った方がいいと思う。オッケー。じゃあキョムこれの上見るね。はいよ。キョムさん、あれ今どこいる？ここ、あの上の。オッケー、じゃあ泳いだとこ行っちゃうわ。大丈夫、泳いだとこ。あ、待ってるね、じゃあ。はいよ。おい、これどこだ今。ああ、ここか。これ右洞窟、あれ、サンプライズもらっていい？あ、右洞窟いるよ、今。右洞窟います。今、阿部キョムがいる。お前、ちょっと寒さ的に泳げねえわ、これ。まあ奥まで当たってきて。オッケー、ピッケルウェイ行きます。オッケー。はい、あ、だからピッケルウェイってその洞窟で多分あれ、うん、足りるね。右洞窟前まで来れるから。はい、了解、うん、これ一緒になるか。はい、バブルケーキますよ。うそー、でか。言うてもレレイさんローだと思うよ。あー、でも回復したよ。いや、違う違う、だから石炭抜く準備よりも先にアヘネアサることを優先して、あー、体力の回復がいると思う。多分ここら辺に石炭抜かれてないと思うから、詰められると思う。うん、カビ、カビ1本余ってる。ストラップさん持った。了解。あの、ブッチョコの中ね。うん、こちらブッチョコするわ。うん、鍵回収しといた。疑いって誰？石炭2個持ってきたよ。バブルケーキアベレージあるでしょ、多分。そう。シチューいります？はい、これ戻ろう戻ろう戻ろう。石炭足りてるよ。僕だ、帰らしょうか。これ帰らしょうか、俺にメリットなんだ。帰る、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 
ッケー、加速これで回覧処理する。うん、回避今いないから。了解。このペン、あ、ごめん、これ回覧に襲われた。今レレさんいる。いや、レレーさんに襲われてる、レレーさんに襲われてる。これ、来れる誰か。これ誰？了解。これもバレてるのですよ、我々。待て待て、ジェル君隠し撮ってる。バレてるか。一人しかいなかったな。あそこバナ当たってるね。ヘルスが余裕あるんだったな。大丈夫？大丈夫それ？僕まだ。僕運転します。5人で行かん。相手海兵で結構有利なんで、一人戦。ちなみにご飯ないっすけど、これ多分。ご飯はないです。もうだいぶガスで。え、これ僕まだ死んでないんで、病理になりましょうか。僕も死んでない。ハーブって持ってないですか。ハーブはボイラーのとこにありますよ。ここにあげるわ。オッケー、立てれます。これもあげる。ごめん、レーザー骨どこ。あ、骨こっちに置いてある。これね。あ、OKOKOK。これです。ここに立っちゃうね。バブルケーキ注射器あるまだ。いや、ない。スクラップあれば作れます。スクラップあります。あ、じゃあ左側外降りてるの誰。あ、かこれだけど、これ大兵左前いない。これ右から右はね、今見えない。大兵左前いるかも。はーい、取れるよ。ハン君注射器作りましたよ。ほんと
これ狙われて、俺多分ワンジラン当てられたらダウンする。あれじゃあ、あれ、はしごつかんで、はしごでダウンしたら俺、いけるから、落下す。罰ゲーム。いけるこれ。木材投げ、木材投げ。木材投げとるぞーい。木材が。死に発射て。戦いで、戦いで、戦いで。戦いで。流れにするかじゃん。船から出さないのですよ、もう。うん、もう遅延しまくれていいと思う。そこまで多分弾って矢が持たないから、いいよ。戦った方がいい。うん、詰める。そうね。絶対弾って矢持たない。下がる下がる、行かせよ、行けよ、これ。うん。一回下がる。無理しなくてもいいよ。アベレージ結構ローだと思う。ダウンタイム。オッケーダウン。いや、もったいねえ。一回引こう、一回引こう。今、レレイさんが傀儡召喚打ったから逃げれない。いや、逃げれなくてもいい。どうする？アベレージが散ること。一回これ、はしごつかめば、下げてするから。いや、もったいねえ。おーめ、レレイさん。マジで、今の負け筋だわ。いや、出過ぎたわ、前。しかも、灯台登れないんだよな。あ、レレさん死んだ。うわー、ごめん、マジでごめん。これ、僕のせいだわ、完全に。いやー、やらかしたー。拾われない場所で死ぬしかないな、もう。いや、マジでもったいねえ。ここかな。もったいねえけど、まあいけるか、まだ。やらかしたー。これで、いや、これ。安倍さん、これ安倍ちゃん、これ安倍ちゃんね。おかえり安倍さん、ごめん。いやいやごめん、あれ完全に僕のミスだわ、申し訳ない。うん、大丈夫、でもね、2人確率取ってるから、4対2。うん、了解。バブルケーキさん、ご飯足りる？それ。あ、いや、足りないです。いや、申し訳ねー。あと3つくらいあればいけます。それ手足もげるから、あの手足もげるか。キョムさんがワンダウン、バブケがあれご飯になったのかな。ここからはまあ生存優先で傀儡召喚ためながら戦っていいと思う。これ隠しの中に作りな。うん、木材がね、今度に入れてるよ。ほんとね、木材ね、ワークベンチに1枚はある。了解了解。やったないと思うけど、どうだろう。うーん、間に合わないかもね。僕が3人分になるんで大丈夫ですよ。ふふふ、行ってきます。またね。いらっしゃい。さあ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 、最終日じゃないのが幸いみたいなところある。サン君が東大に行ってみる。あさり体感はあるけどな。まあ死ぬリスクの方が高いか。それだったらゲル作りかな。僕の死体バレないといいけどな。木材場所分かった？ああ、もう今作ってます。足りる木材？で、レレイさんも出ました。足ります足ります。あ、ほんと、一応木材3枚持ってきた。安倍さん今出ました。安倍さん今出ました。あのご飯取られたら、ご飯は絶対あの開けたいでほしい。やべ、バレた。来たから落とそう。外側の上かな。どこいる？外側の上、上、上。今引っ張ってる。オッケー、そのまま詰めていいよ。やーべー、俺下から下降りてきたら倒すから。幽体溜まってない。逃げたばっか。そりゃ、一緒。隣接で戦っていいよ。おう、一発。はい。下、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 はしご下、はしご下。仲介にいる、はしごの。仲介だったら、オッケー、オッケー。下で見てるから大丈夫。そのまま詰めて。やばいな、これ。降りてきたところやるから大丈夫。
あ、ごめん、どうした。ダメージ食らった。お、今俺のこと勝手に仲介、仲介、仲介。今俺のこと切ってる、俺のこと切ってる。ごめん、ごめん。勝ちで勝ちで勝ちで、大丈夫、大丈夫。はい。これ俺死ぬわ。これ一回やって、ナイス。だ、多分だ、取れる。取ったわ。わかんない、多分。まだいるね。ハサミつけてほしい。回る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 。回る回る上？あ、上だわ。お前そんなに。ムーズ、危ねえ。危ねえ。生きてる。危ねえ、よかった、生きてて。これ一本焼こう。やべえ、危ねえ、危ねえ、マジで危ねえ。よかった、耐えれて。注射がない、注射が。レレーさんに合わせて帰りましょうか。んか、全身出るじゃん。どういうこと。いや、あれ打ち毒だな。体力がなさすぎる。注射器とかねえかな。注射器ないかな。医者バッグってどこだっけ。なるほどね。いや、一発殴られて死ぬんだよな。うわ、ねえわ。いや、レレーさん死んだな、これ。オッケー、そしたら無理しないでいこう。まあ、あとは僕時間遅延するだけで絶対勝てるもん。注射器ねえな。さて、生きてるじゃん。なんだ、やば。いや、これ踏破で詰めるべきだな。で、レレイさんが影ね。あー、そういうことか。うまー。うまっ。いや、ナイス。いや、ごめんなさい、キャリアありがとうございました。いやいや、あと半分ぐらい。どくらいですか。半分じじ。うん。じじ、ナイス。キャリース。じじ、ナイス。ありがとうございます。じじ、ナイス。うわー、ごめんね、最初死んじゃって。いや、どんまいどんまい。どんまいどんまい。キャリーだなぁ。これはすごい。やっぱね、狙ってくるからね、これ格殺の運用だね。あ、じゃあ、かよこってアベレージさん入れたの。あれかよこ僕入れた。無理じゃねみたいな。うますぎる、運転してたのに。いや、なんかね、あの、どさくさに紛れて着火してた。あの、戦闘中に。なるほど。ボイラーつけるって言って、頼むからボイラーつけるって言って、なんでだと思った。あー、見落としちゃった。そうだったんだ。